U ターンお願いします。どうぞ皆さんお集まりください。博士の先週の提案したことで発表されようとしております。どうぞ発表を食べながらね、楽しい大きな文字を登場してください。はい、発表を食べる。これは何ですか。これは、これは、ああ、丸い丸い。あ、ようこそようこそ、なんだ。かま、未来のマリーナポータディスカバリー、ようこそ。さあさあどうぞ、私の声の届く範囲、前の方へ、前の方へ、いただいて。さあ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 。はいはい。いや、改めて皆さん、どうもどうも、どうも。はい、こんにちは。こんにちは。あららら。こんにちは。こんにちは。いいじゃないですか、皆さん、結構。うんうんうん、元気がある。さあさあ。こんにちは。皆さん、ここ未来のマリーナポートディスカバリーへようこそ。ここポートディスカバリーは世界中の研究者がここに集まり、日にお天気の研究に研究を重ねている素晴らしく科学的なマリーナであります。かくいう私もこのマリーナにおきましてお天気の研究を続けております。あ、そうそうそう、皆さん改めて自己紹介をさせていただきます。はい、ほれほれ。あ、申し訳ございません。では皆様、大変長らくお待たせいたしました。この私が早速ではありますが、世紀の大天才をご紹介したいと思います。マッドサイエンティストドクター TK ハーリー。よろしくよろしく。はい、よろしく。はいはい、どうも。いやいやいや、どうもどうもよろしく。はい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 。さあ、人は私のことをこう呼んでおりますと、G-E-T-A グレート偉くてとっても危ない人。うるさい。あ、どうじゃね。G-E-T-A、 お子さんにも分かりやすく説明いたしますと、この G-E-T-A どういう意味かと言いますと、グレートエンバルメントテクニカルアドバイザー。つまり地球的な環境の専門的アドバイザー。ウエザーマリア、お天気オタク。いや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 、博士、私の紹介もしてくださいよ。はい、助手でございます。違います。気の利かない助手でございます。そうじゃなくて、もうちょっとポジティブにお願いします。さまつな助手でございます。そうじゃなくて、地味です。ちっちゃいです。おかまい、見た目で判断するのやめてください。自分の中に。あ、わかりました。私、世紀の大天才の助手のマリンコでございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。こちらの皆様、ありがとうございます。皆様、よろしくお願いいたします。拍手。ありがとうございます。私よりも目立つんじゃないよ。あ、申し訳ございません。何やってんの。さあさあ、それでは皆さん、本題に入りましょう。皆さん、今日ここ東京ディズニーシーに来るにあたり、お天気気になりませんでしたかな。雨が降ったらどうしよう、雪が降ったらどうしよう。この6月に雪が降りますか。いや、そんなことはない。いや、しかしお天気というのは一体どうなるかわからないものであります。これがお天気でございます。このお天気は我々人間がどうすることもできないものでございます。人間はお天気を左右できない。しかしながら、このお天気を操る人々がいるというのは皆さんご存知ありますか。かのアフリカ奥地にいるマハイマ族、彼らが雨乞いの踊りを踊ると、踊った直後に必ず雨が降るんです。これは事実でございます。ではなぜ雨が降るのか、その辺のところをヒントという意味で、我が助手のマリンコが雨乞いの踊り、ほんの触りの部分だけお届けいたしましょう。ではマリンコ、この踊りを踊ると必ず雨が降るんです。なぜ踊った直後に雨が降るかお分かりになりますか。なぜ雨が直後に必ず降るかお分かりになりますか。分からない、分からない。答えは実に簡単だったんです。雨が降るまで踊るから。ところが我々はいつまでもこの踊りを踊ってるわけにはまいりません。テカテカダーチダーチダー、もういいぞ。テカテカダーチダーチダー、もういいぞ。マイハマセンテマ、うるさい。だからこそ私は素晴らしい発
明をしたのであります。今こそ皆さんにご紹介いたしましょう。お天気を占う大発明、よし準備だ。はい博士。ではではご紹介いたしましょう。私の発明いたしましたお天気を占う大発明、こちらでございます。ゴールデンゲーター、チャーン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 、ドンデン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 、ゴールデンゲーター、拍手。ゴールデンゲーター、ゲーターゲーターゲーターというのはゲーターだ。あの博士、これを飛ばして天気を占うんですよね。飛ばせねえ、ゲーターというゴールデンゲーター、ゲーターと伸びるの、はいはい、この棒を大事にしなさい、はい、ゲーター、ね、ゲーター、そうこっちからじゃない、こっちから、はい、こっちからだとターゲーになっちゃうの。ゲーターで、そのネーミングが発明品には大事なの。ーネーミングが大事、ネーミング命、はい、いいからそれをこの発射台に乗せるのだ。はい、100で乗せて、セット完了です。ではでは今からこのゴールデンゲーターを目にかけましょう。プログラミングを行います。タイミング完了。終わりですか。終わり、はい、ドラムロール、いやどこ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 、寂しい、お前のドラムロールは寂しい、はい、大発明なんだから、はい、もっとデーハーに、あー派手にですね、そうそう、はい、ではですね、せっかくゲストの皆様にお集まりいただいてますので、皆さんでご一緒にドラムロールをというのはいかがでしょうか。ちょっと待って、お前いいこと言うね。ありがとうございます。私が言ったことにしてくれない。あ、どうぞ。どうでしょう、皆さんお集まりでございますので、皆さんとこ、では皆さん、私はですね、どこどこどこと言ってまいりますので、それに合わせて大きな声でどこどこどことお願いいたします。では参りましょう。ドラムロール、はい、どこ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 、はい、声が出ない人手を叩いて音を出して、音を出して、あーそう、いい感じ、いい感じ、明日天気にしておくれ。おお、やっぱり飛ばすんだ。どうだぞ、どうだぞ、はい、はい、はい、あ、この人はちょっとお天気を変えちゃったんですけど、いいですか、はい、ゆっくりゆっくり持ち上げる、はい、ゆっくり持ち上げる、はい、はい、そうそうそう、分かる、はい、ほら見ろ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 、鼻緒が上だ、つまりお天気は晴れ、これが3年後のお天気でございます。博士、3年後って、3年後のお天気は今分かってもしょうがないんじゃ。え、今分かってもいいじゃない。え、今分かってもいいですけど、なんでそんな先なんですか。え、今分かってもいいじゃないか。いや、そりゃそうですけども、皆さんがお知りになりたいのは明日の天気予報だとか、ね、週間予報だとか、そうじゃありませんか、ね、そう思われる方拍手、ね、あ、ほら皆さんそう思われてますよ。テレビでやってますよ。それ言っちゃおしまいですよ。マリコ、このゴールデンゲーターはな、3年後が分かるお天気なのだ。はい、逆に言うと、3年後のお天気しか分からないのだ。すいません、落ち着いてください。あ、もうゴールデンゲーターやめた。立ち直り早いな。私が本当に皆さんに発表したいのはこんなものではありません。これは本当大どころにすぎません。今から皆さんに本当に発表したい大発明品を今からご紹介いたしましょう。では準備だ。はい、博士。では発表いたします。私の本当に皆さんに発表したかった世紀の大発明品、こちら、お天気思いのままにカードと紙コップ。博士、これそのまんまですね。いいのだ。発明品にネーミングは関係ない。さっきネーミングが大事だって言ってましたよ。皆さんご覧いただきたい、こちらに今からこの東京ディズニーリゾートの天気図を映し出します。かなりデジタルでございます。ウィー出ました。こちらが東京ディズニーリゾートの現在の天気図です。刻一刻と変わっているこの天気図、今ご紹介いたしましょう。こちらにございます。これが東京ディズニー、大体皆様この辺りにいます。それからこちらが東京ディズニーランド、このお天気を今からご紹介いたしますと、まず東京ディズニーランド、こちらにあのシンデレラ、この辺は現在非常に高気圧でございます。この高気圧がずっと南下してきまして、南下になってしまう。そして現在このなんとなく曇りマークとともに、どちらからともなくこの雨が忍び寄ってくる、こんな感じ。太陽、曇り、雨、これは3日、どちらが現在のお天気、下がお天気は
あれ。あの博士、準備が整っております。おー、整ったか。はい、さあ、それでは今から皆さん、私この実験を行います。ありがとうございます。お天気思いのままにカップ、こちらでの実験、私も初めてなものでございますから、二人だけではどうも心もとない。どなたかお一人にここに来ていただいてお手伝いを願いたいと思うのですが、ここに来てお手伝いしたいという方いらっしゃったらどうぞ手を挙げていただきましょう。さあさあさあ、うん、はい、こちらの方あ、本当に結構目立つのよ。お迎えしましょう。ではどうぞこちらの方に来ていただいて。はいはい、さあありがとうございます。では、せっかくですからお名前を聞かせ願いましょうか。田辺さん、北のお名前、トシちゃんです。皆さん、トシちゃんです。トシちゃんでございます。トシちゃん、ではトシちゃん、ご説明いたしますよ。あ、そうだそうだ、やはり研究をしないでくれ。さあ、それではご説明いたしましょう。こちらに、ね、4枚のカードがございます。晴れのカード、それから曇りのカード、そして雨のカード、最後の今からトシちゃんにこのカードね、中から1枚を選んでいただきます。その選んでいただいたカードと同じ天気にこの場をしてしまおうと、こういうわけでございます。ではでは、マリコ、ではいろんなカードがありますよ。太陽、ね、森、さあそれでは、あ、ちょっと、よいしょ。ではこれは、まあ、いっぱいもうシャッフルしちゃう。さあでは、そうですね、4枚ありますので、このうちのまずは2枚引いてください。はい、どうぞ。はい、2枚、1枚、2枚引いてください。はい、じゃあそちらを選んでいただいたので、こちらを使うね。では見せていただきましょう。さあ現在この2枚、この2枚のうち、またまたシャッフルして1枚、1枚、はい、取りました。こちらを取らないと。ではこれを皆さんに見せてください。トシちゃん、私の話聞いてました？あなたが選んだカードと同じ天気にこの場を変えると言ったんですよ。だから雨たらなんかこう水まくとか、なんか6月に雪はないでしょ。いや、わかりました。じゃあ私もなんか頑張りましょう。じゃあそうやって持ってていただいてね。あ、はいはい、ありがとう。はい、さあさあ、ではまだまだ使うものもあります。こちらにございます、この紙カップね、2つあります。どちらか好きな方を指さして選んでいただきましょう。どうぞ、こっち、こっち。じゃあこれはね、あ、プレゼントといっても、まあ、我々もなかなかお金がないもんで返していただきましょう。お預かりします。さあ、そしてこちらにあります、このミネラルウォーター。はい、博士、うん、それはただの水じゃないですよね。ただの水だよ。あの、あそこのワゴンで売ってる水じゃないですか。そうだよ。あ、そうなんですか。そうだよ。博士が開発したんですよね。違うよ、ミネラルウォーター。あ、ただの水。ただの水。さあ、これを使うわけだ。では、このミネラルウォーターね、この紙コップの中に注ぎ込みます。雪？じゃあ見事雪が出るけど、まあ失敗したとしてもそこは笑って許していただいて、失敗は成功のマザーでございます。では参ります。3、4、5。博士、上に上がってってます。カウントダウンでお願いします。3、2、1。ああ、さあ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 、ありました、ありました。おい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 、さあこれ見事雪が出たら、これ一つ、これ初めての実験でございますからね。さあさあ、はいはい。出ました、雪が降りましたよ。なんと6月29日この暑い最中に雪がまだ出ます、まだ出ます、まだ出ます。雪が降りました。ありがとう、ありがとう。あ、どうした、バザーイ、バザーイ、バザーイ、ありがとう、ありがとう。いやいや、これトシちゃんのおかげ、ありがとう。トシちゃん、ありがとうございます。皆さん、改めてトシちゃんにも拍手をお願いいたします。いやー、素晴らしい。いやいや、トシちゃん、そうですか、まあ、いつまでもこれもなんか 見づらいだろうから、お預かりいたしますが、成功いたしました。これもひとえにトシちゃんのおかげでございます。ではでは、これはお礼といってはなんでございますが、東京ディズニーシー5周年記念ということで、1年間だけに限り、ね、こちらにございます、まあ、記念品ではございませんけども、私ドクターテイクイハイディ書き下ろしのお天気向こう100年、これをお譲りしたいと思います。5周年記念、さあどうぞ お持ちください。こういう感じの絵っていうのは、なかなか絵なんですよ。ここで拍手をしなくて、どこで拍手。はいはい、はい、ありがとうございます。
もう結構結構大丈夫です。あ、ただし、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。何、今帰ろうとしますか。何言ってるんですか。いや、代金払ってもらわない。10万円。キャッシュで。持ってないです。持ってないじゃなくて、受け取っちゃったんだから。そう。10万円。ないの。買わない。ああ、なんで。ですが、わかりました。いや、これはほんの冗談でございまして、こうやってね、せっかく来ていただいたんですから手ぶらで返すわけにはいきません。私の方から改めてトシちゃんには熱く御礼申し上げます。それだけですか。当たり前じゃない。今なんか出そうとしたんじゃないですか。違うよ。あれ、痒かったんだよ。拍手をお願いいたします。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。いや、成功することができました。トシちゃんのおかげでございました。いや、しかしながらこれ買っていただけなかったな。当たり前ですよ。まあまあ、そうか。しかしながら我々の研究に、ね、協力してくださるという方がいただけでもこれは嬉しいことでございます。はい。まあ我々もね、またまたさらにさらに研究に研究を重ねて皆さんに発明品を発表してまいりたいと思います。またいつかこのオートビディスカバリーでお会いいたしましょう。どうもありがとう。それでは皆さん、まだまだここディズニーシーでどんどん楽しんでいってください。またお会いしましょう。はい、さあさあ、はい、どうもありがとう。はい、さあ、もうハッピーバースデー。おめでとうございます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 。